中年オタッキーです。まだまだ夏が続いておりまして、もう8月も終わりというのにね、暑いですね。まあ、台風がね、暑さを持ってきたとかそういう話もあるんですけど、まあ、どうでもいいですけど、そんなことはもう。でそんなわけでね、今日もあのエンジンをかけたままでね、撮影していこうと思います。申し訳ない。今日のね、前回の予告通り、このカメラね、ニコンズーム 500F っていうんですか、プラカメですね、まあ、コンパクトカメラの類になります。それではどんな写りなのか、詳しく紹介していこうと思います。はい、このニコンズーム、500AF なんですけどもね、発売がね1995年2月、ということで、当時の価格はね4万9000円もしたそうですね。ケースストラップ付きで4万9000円、ズームレンズ内蔵オートフォーカス 35mm AE レンズシャッターカメラということで、レンズはね 38mmF3.5 から 105mm の F9.2、 ズーム比が 2.8 倍、4×4枚、4枚玉でこのズームなんですね。赤外線アクティブ方式オートフォーカス、真っ暗のところでもピントが合うってやつですね。即挙範囲が86センチから無限、遠景モード切り替え、フォーカスロック、至近シャッターボタンロック付き、シャッタースピードがね 8.7 分の1秒から400分の1秒、38ミリ時ですね。105ミリの時は 1.5 分の1秒から400分の1秒と、スピードが変わるみたいですね。ISO は50から1600、ストロボはねガイドナンバーが14、でファインダーが実像式ファインダーで倍率が 0.35 倍、CR123A の電池をね、1本使います。このカメラなんですけどもね、とにかく使った感じでははっきり言って使いにくいです。まずねピントが合うまでその何て言うんですか、シャッターが切れないんですけども、それがなかなか孫つきますし、ファインダーがね非常に見にくいところについてます。このね真ん中でもないんですね、ちょっとこっち側、なんでこんなところにつけたのか、多分まあフラッシュの影響があるんでしょうけど、AF のねその精度を重視してレンズの真上に AF の、アクティブ AF を取り付けたから右側にファインダーが行ってしまったんですね。で右側にファインダー行ってしまったんですけど、これプリズムを使ってねまっすぐに出てないですね。ファインダー実像式ファインダーってことですけど、多分プリズムを使われています。このねファインダーの穴がちっちゃくてね、もうとにかくねあの撮影するために8どこみたいな感じで探しました。で写りなんですけどもね、写りはねなかなかいいです。これ本当に4枚玉かっていうね写りね、これ今見せていきますけども、強い光がね入ってもね全然、コントラストも落ちませんし、なかなかの写りだと思うんですよね。結構ね、適当にね撮った写真が多いんですけど、色のね修差も多分これほとんどないような感じでしょうし、明暗がね分かれたところでもねしっかり写ってますよね。このカメラね写りだけで言えばかなりのレベルだと思いますね。特にね、まあ、今回はコダックゴールド200を使用したんですけども、青空もねいい色で出てますし、なかなかいいと思いますね。まあこのカメラね、ポケットにもねスポット入るような大きさでありますし、で何よりもねでも全部プラスチックで軽いんですね。で、まあ、フィルムカメラ初心者の人にとっては一番嬉しいのはね、もう何もしなくていいです。もうねフィルムをね入れて蓋をここまで伸ばしてね、この辺まで伸ばしてフィルムを入れて蓋をしたらもう勝手に装填して、今ウィーンって言ってますけど、ね、これでね装填完了みたいな感じで、もうそれからねシャッターボタンを押すだけでね撮れていくというね、もう本当に簡単です。で光もねフラッシュもね勝手に光るんですよ。あ、まだチャージができてない、違う最短撮影だな、これ。勝手にやっぱ光りますね。
勝手に光るし、もう何もかももうボタン一つでできます。で、日付も入れることができますし、まあ、オールインワンってですね、95年の2月発売ということで、もうすでにね、世の中にはね、コンパクトデジカメが登場し始めた頃の、カメラになるんですね。まあ、そのフィルムコンパクトカメラとしては、熟成機になってくるんですけども、このカメラ、ニコンのコンパクトフィルムカメラにしては、その廉価機になりますよね。で、現在のね、相場っていうと、まあ、ヤフオク調べではだいたい2000円前後で流通しているものが多いように思います。ジャンク扱いということですけど、ジャンク扱いも多いんですけど、故障してるね、個体も多いので注意が必要です。この手のね、プラスチックカメラはね、コスト重視で作られていることが多くてね、壊れやすいものも多いんでね、ちょっと僕はもうこれしか触ったことないんで、どのように壊れるかっていうデータは持ってないんですけど、ジャンク扱いのものはね、十分ね、動作確認品をね、狙った方がいいと思いますね。で、僕のはというと僕のはというと、これハードオフの、徳島の藍住店で200円で買いましたこれ200円でね、いやもうニコンのコンパクト、ニコンはね、やっぱニコンって名前がつくだけで結構値段がつくんですよね。で、そのハードオフにね、置いてあったら200円かと思って、まあ、当然壊れてるんだろうな、まあいいや買っていけと思って買っていっても、動作確認も何もせずに200円だったら別にね、損してもそんなに痛くないんで、買っていて電池入れたら普通に動いて普通に写真撮れてまあ今回の作例に繋がったんですけどわーで、こういうこともあるんですね。というわけでね、狙い目はハードオフ、店員がよく分かってないハードオフですね。ヤフオクだとね、分かってる人が多いんでね、どうしても入札価格で上がっていくんで、分かってないハードオフで狙うのがおすすめになるんですけども、まあこのカメラもね、わざわざ買う必要はないかなとは思いますね。まあどうせ狙うんだったらね、コンパクトでも高級機を狙っていたような方がいい気もしますけど、まあニコンのね、コンパクトということで写りもいいですし、カメラ初心者の方で、ちゃんと動くものが安値で転がっていたらね、買って、フィルムをね、体現するってのもいいんじゃないですかね。電池はね、CR123A なんで、そこそこの値段になってくると思います。Amazon で今いくらぐらいで売ってるのかな？お店で買ったら1個650円ぐらいするんじゃないかな。まあ、リチウム電池なんでね、フラッシュバンバン焚かない限りはそんなに電池はね、減っていかないとは思うんですけどね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。久々のね、プラスチックのね、コンパクトカメラ、プラカメマニアの人もね、結構いると思うんですけどね、プラカメマニアの人たちはではの間ではこのカメラどんな評価なんでしょうね、ちょっと興味があるところです。はい、ではね、次はね、視聴者様の作品のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日は侍ジャパンさんがトップバッターで、2枚、1枚目がね、5時14分の空気感、ペンタックス K01 SMC タクマ 85mmF1.8、2枚目が秋空近し、オリンパストリップ35、富士クロームプロビア100期限切れということですね。この2枚なんですけどもね、どちらもね、その雲の間から太陽がね、ちょっと浮かび上がってる写真になってくるんですけども、1枚目はね、そのデジタルということで、まあ、レンズもね、いいレンズを 85mm のね、良いレンズを使われてまして、コントラスト感のね、強い、非常にいい写真になってますけど、これ、ね、驚くのが2枚目ですね、トリップでこれを撮ってるんですね。しっかりね、青空も出てますよね。トリップなかなかやりますね。これトリップは基本的に、セレン光電池のね、プログラムシャッターなんですけど、これプログラムで撮ったのかな、マニュアルで撮ったんじゃないかな、多分そうだと思います。撮れるのかな、太陽を直接撮ったことないし、こんだけの状況で撮ったことはちょっとわからないんですけどね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。サムライジャパンさん結構トリップ使い込んでますよね。いいカメラですからね、あのカメラはね。はい、次はね、1都市9さんの作品で2枚。1枚目がね、タイトルキアゲハ、2枚目がクロアゲハということで、カメラがね、ニコン F フォトミック。AI に、レンズ AI ニコール 180mmF2.8S。
フィルムはどちらもコダックゴールド200、どちらも同じデータですね。でも、まあ、あのね、蝶々がね、花の、に止まってる1枚目の方はちょっと前かぶりしてますね。何かが前かぶり、多分花でしょうけど、色的に、花がかぶっています。構造はいいんですけどね。で2枚目はね、もう完璧ですね。これは、できればモノクロで撮りたかったかなというところですけども、ピントもバッチリ来ておりますし、これはなかなかの作品だと思います。タイトル画面変わったばっかりのとこですけども、このクロアゲハ、一之助さんのクロアゲハをね、次回のタイトル画面にさせていただきますね。はい、一之助さんありがとうございます。次はね、山田区さんの作品、タイトルが屋根の見張り板、カメラね、ヤシカミニスター2、フィルムがね、富士業務用100ということですね。これヤシカミニスター2、僕ね、触ったことないんですけどね、この写りなかなかですね、ちょっといつぐらいのカメラなんだろう、ものすごい解像感、色もいい色が出てますね。これ、記録用、業務用100なんですけど、緑とか青とかしっかり出ていますね。富岡レンズなのかな、ヤシカだけに富岡なのかな、いやなかなかの写りだと思いますね。はい、山田区さんありがとうございます。今日のね、作品紹介のコーナーは3名ということで、とうとう作品と紹介 のコーナーも、紹介しきりました。ちょっとね、動画の数が増えてるんでね、あのネタが死ぬほどあるんですよ。もう山のようにあって、どうしようと思って、あのいっぱいどんどん写真が取り上がっててね、まああの時期もいいことですしね。でこんな、写真、フィルムなんですけどね、これね、ドリームロコモーティブ様から、提供されましたね、バビロン、バビロン13っていうフィルムですね。これすごい色でしょ、これ緑色っていうんですか、これね、僕色がよく見えてないけど多分緑色だろうなこれ。なんか薄っぺらいですよ、向こうが透けて見えるんですよね。感度ね、ISO 感度13のね、フィルムでもなんかものすごい超微粒子ということで、とりあえず取り上がったんで、今はね、現像のデータを集めてるところです。バビロン13自家現像をされるという方はね、ロモグラフィーにね、メールしてね、その現像液とかデータをね、教えてもらうっていうこともできるみたいなんで、僕もね、ちょっとどんなデータかっていうのをね、ちょっと聞いてみようと思ってますけどね。まあ、こうご期待ということで、まあまあ、ネタが他にもいっぱい転がってるんでね、どれから行こうかなっていうね、状況になってます。多分ね、次回の動画はね、オリンパスペン EE2 の作例紹介になっていくと思うんですけど、ちょっと未定です。まあ、出てからのお楽しみということですね。はい、今日の動画はこんな感じになります。私のね、動画、高評価、コメント、皆さんコメントと高評価にね、支えられております。ここのところぐんぐん伸ばしておりますので、ぜひぜひね、高評価本当に押すだけでね、いいんでポチッとね、押してください。で、コメントをね、暇な方もね、どんどん、ちょっとね、前回のコメントがね、返信が追いついておりませんが、基本的にね、見落とさない限りは全部返信していこうと思ってますんでね、暇な方はコメントよろしくお願いします。でチャンネル登録者もね、すごい増えておりますが、ね、3000名を超えるとね、カメラプレゼント、やっていきますので、記念のね、カメラプレゼントやりますんで、またね、そういやカメラプレゼント用のカメラの試写しなきゃいけねえな、わーって感じよ。今後も忙しいね、中年オタクになりそうな感じですね。はい、今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう、さよなら。